皆さんこんにちは、ことぶき屋宣伝担当の岩崎です。皆さんこんにちは、ことぶき屋勇者シリーズプラモデル企画担当の千葉です。はい、よろしくお願いします。この動画はですね、企画担当のですね、千葉くんと一緒に休日で、まあおすすめなことぶき屋のプラモデルをご紹介しようかなというふうに思ってるわけでね。そうですね。はい、そういうことでございます。今回は何を紹介してもらえるんでしょうか。今回紹介するプラモデルは、はい、3月に発売したばかりの、はい、勇者エクスカイザーから、ことぶき屋プラモデルグレートエクスカイザーを紹介いたします、うんうん。これは人気だと聞いております。ありがとうございます。めちゃめちゃ人気だと。発売したばかりなんですけど、うん。あ、3月ね。はい。はい、ツイッターだったりとか、うん、お店とかもそうだったかな。かなりあの人気で売れてると。動画もね、上げてくれてる方もいらっしゃいまして。レビュー動画。そうです、レビュー動画が。何人か上げてくれたんですけど、どちらもチェックしてるんですけども、あの丁寧にレビューしてくださってて、本当にありがとうございます。ただ、まだね、グレートエクスカイザー、勇者エクスカイザー好きなんだけど、プラモデルちょっと組んだことないなとかね、最近プラモデルから離れちゃってたからなとか、最近ちょっと時間ができたかなっていう方に、はいはい、ぜひグレートエクスカイザー組んでいただきたいなと、ね、うん、おすすめ。はい、じゃあ、まずはですね、パッケージ。でかい。そうなんですよ。結構でかいですね。ことぶき屋のプラモデルの中でも結構大きなこのサイズですね、うん、はい。パッケージのこのイラストですよ。はい、どうですか。絶対これはかっこいいわ、はい。かっこいいですよね。はい。いろんな会社様のロボットのプラモデルシリーズでね、パッケージを担当されている森下直親さんにお書き下ろしていただきました。はい、はいはいはい。森下さんの絵といえばね、インパクトというか、躍動感がとっても出るからね。やっぱり目引くよね。そうですね。これが一個バンってあると、やっぱり目引きますよね。注目なのが、この構図ですよね、もちろん。グレートエクスカイザーといえば、バースのついた剣っていうのが特徴的なんですけど、他のアニメとかでも一回はこういう構図で見たことあるんですけど、グレートエクスカイザーのこの構図がとっても有名になって、そこからこうやっぱり広がっていったんじゃないかなというところで、商品の顔にこの構図を入れたんですけど、森下先生にこのポーズでお願いしますっていうふうに書いていただいたんですけれども、もちろんメカもそうなんですけど、周りの背景ですね、ビル群とか稲妻が走ってるのとか、実はこのグレートエクスカイザーが、初登場した回の、まさにこの必殺技、サンダーブラッシュを決める前のカットを再現してもらってて、そういうこと、勇者エクスカイザーが30周年。それもあってね、印象的なシーンをというところでパッケージをお願いしたので、ファンにはたまらない一枚になっていたので、ぜひこちらをね、注目していただければなと。パッケージだけでめちゃめちゃ喋るね。パッケージだけでもやっぱりね。まあもう、千葉くんのこだわりポイントのめちゃめちゃでかい一つということで、はい、まあ皆さん、知っていただければと思いますので。そうですね。はい。お願いいたします。はい。ではでは、中身の方もね、紹介していきましょう。そうですね。はい。結構ぎっしりと。そうですね。箱のもうギリギリまでボリューミーに入ってますね、はい。じゃあちょっと中見させてもらって。どうぞ。はい。あ、結構色分けがしっかりと、ね、ね、再現されていて。はい。エクスカイザーのメインとなるような色になります。そうですね。これってプラモデルよく組まれる方だとどのぐらいで？そうですね、慣れている方だと2時間半から3時間ぐらいでは組めちゃうんじゃないかなと思います。あの僕みたいにたまに作るよぐらいの初心者の方なるほど、なるほど、初心者の方であっても大体 4,5 時間ぐらいでサクサク組めちゃうかなと思います。見て分かる通りですね、はい、色分けがしっかりされているということと、はい、色割ったパーツ自体もですね、一個一個のパーツこんな感じで結構大きくしてるんですよ、はい、初心者の方でも作りやすいようにっていうのの色分けっていうのと、大きめにパーツを設計しているので、はい、まあ青い方に白い方のパーツをはめてとか、青い足に白い足のパーツをはめてっていうような感じで、ブロックのような感じでサクサク組める仕様に設計できたかなと思ってます。そして一番ポイントとなるグレートエクスカイザーの顔の部分ですね。顔の部分もしっかりとですね、初めから塗装された顔パーツが入っています。あ、これは初心者には絶対安心ですね。自分でやらなくていいもんね、はい、そうなんですよ。なんで塗装しない方でも、もう組み立てただけでグレートエクスカイザーのね、イケメンな顔が、はい、表現できますので。これはいいわ。そうなんですよ、これおすすめですね。見た感じもなんか作りやすそうだなとは、ね、はい、思う印象なので。そうですね、パーツのボリュームは結構あるんですけど、ね、なんでボリュームはしっかりしてて組み応えもあるんですけど、組む難易度としては比較的簡単に組みやすいようなキットかなと思います。あ、そういえば岩崎さん、はいはい、知ってます？何ですか？今、はい、サンライさんすごいんですよ。何？まあ、今年、
勇者作品が30周年じゃないですか。はい、今年の2月から、はい、勇者シリーズを、うん、YouTube で一部無料配信開始したんですよ。うん、え、しかも勇者エクスカイザーに関しては、うん、全話無料配信中なんですよ。え、だ要は、はいはい、勇者エクスカイザーを見ながら、うん、はい、エクスカイザーを組むことができるんです。最高じゃん。最高ですよ。マジか。だからもう当時感に浸りながら、ああ、こっちは当時の、うん、ね、90年のアニメを見て懐かしみながら、はい、今2020年の発売した新しいエクスカイザーのプラモデルを組むっていう、はい、そうですね、はい、アニメは楽しめるわ、うん、プラモデルは組めで楽しめるわ、うんうん、もう勇者三昧なんですよ。最高じゃねえか。最高ですよ。最高じゃねえの。もう、うん、お家での過ごし方、うん、ナンバーワンですよ。グレートエクスカイザーが初登場した第32話。出た超巨大合体を見ながらグレートエクスカイザー組んで、こうテンションを上げて、そっから見んの、盛り上げる。まあでもやっぱグレートエクスカイザー組んだらやっぱグレートエクスカイザー見たいじゃないですか。なんでちょっとこう横着して32話から見てもいい。で32話見たらグレートエクスカイザーかっこいいってなるわけじゃないですか。でもここまでに下る間気になるってなって、いや、また最初1話から見るっていう。ああ、そういう漫画の読み方僕したことあるな。ありません、うん、なんか途中ちょっと気になって、あのシーンだけ見たいなって思って、はい、パッと受験勉強前とかにこう本棚あたって見るじゃないですか。あるけどな。そうすると結局、最後は、ちょっとこの前の下りもちょっと見てえなって。確かに。全話見ちゃうやつ。見るなら今だし、組むのも今。その通り。そうこう言ってるうちに、結構簡単に。そうですね。ボールパーツもできるものですね。頭は。まあ、やっぱり色ごとに分かれてるんで、うん、やっぱり角ってなったら、うん、まあ箱をこうやって見て、あ、角黄色だなってなったら黄色のランナーに角があるわけですから、黄色のランナーだなって探してくればいいわけですよね。グレートエクスカイザーの塔が。今喋ってる間だけでもね、完成しちゃいましたし。全部色。これは簡単だな。あ、で、顔が塗装済み。そうですね。目が塗装入っていますね。なので、いいですね、本当にパチパチ組んだだけで。はい、箱とほぼ同じですよね、うん。そしてアニメを見ながらテンションを上げると。そうなんですよ。最高じゃないですか。最高ですよ、ね。最高じゃないか。ということで出来上がったのが実際こちらになります。はい。うん、どうですか、岩崎さん。いや、もう千葉くんが、はい、こだわりおすすめするだけある。めちゃめちゃかっこいい。これ3時間でできるんだね。そう、3時間で、ね、まあ、こうなっちゃう。今回こだわった部分として、うん、主に挙げるのは、プロポーション。はい、プロポーション。そして、可動。可動。この二つをやっぱり大きくこだわって、紹介しようかと思います、はい。まずはですね、プロポーションというところで、はい、今回はディティールを足したりとか、面を足したりとか、現代的なアレンジっていうのをあえてしてないんですよ。アレンジって、個人で好みって分かれるじゃないですか。誰もが納得できる、アニメで見たそのままの姿、まずはアニメのプロポーションっていうのを正確に徹底的に突き詰めました。アニメのプロポーションって今言ってたけど、はい、それはどういうことなのか。そうですね。勇者エクスカイザー、はい、やってたのが1990年なんですけれども、うん、90年代のロボットアニメって、はい、CG ではなくて、うん、手書きによる作画が中心じゃないですか。そうだね。それ結構重要視してまして、うん、直線と曲線っていうのをグレートエクスカイザーには結構メリハリをつけて入れてるんですよ。例えば、はい、まあ、ドラゴンカイザーの肩の部分だったりとか、うん、ドラゴンカイザーの足の部分の青いブロックとか、メカ的なディティールが入っている部分に関しては、直線を重視して使ってるんですよね。はい、逆に、人間でいうところの、いわゆる筋肉的な、そういうところには曲線を使ってるんですね。ほう、例えば、はい、グレートエクスカイザーのこの前腕とか、はい、すねの部分の曲線、ああ太ももの曲線、ほうほう、他にも、この側面から見た時のすねの反り具合とか、うん、エクスカイザーの力強い作画に合わせるようなプロポーション。それをこうアニメ的な表現として、はい、こうしっかりとデザインを入れてます。要はじゃあアニメに出てきたグレートエクスカイザーを、はい、これはもう忠実にしっかりと再現してるっていうような、はい、そこはもうとってもこだわりまして、今回設計だったりデザインもですね、うん、関わってくれた担当さんもですね、うん、とっても勇者作品にですね造形の深い方々でして、僕からオーダーしたこと以上にですね、うん、デザイン設計に関して、うん、ああでもないこうでもないと試行錯誤を繰り返してくれたので、はい、もっと勇者が好きなみんなで関わってやった商品だからこそ自信を持ってお送りできるプロポーションになりましたね。そしてですね、もう一つポイントとなるデザインっていうのもいくつか取り入れてます、はい、これですね、背中のここの部分、
ドラゴンジェットのシャッター部分、うん、グレートエクスカイザーになる前のキングエクスカイザーのライオンの盾紙、この肩の付け根の部分にもキングエクスカイザーの肩のデザインと、うん、細かい、まだまだある。全然いっぱいあるんですよ。まだまだ。ここの黄色いディティールなんですけど、ここオープンさせると、キングエクスカイザーの時に発射してたカイザーミサイル、うん、ドラゴンジェットっていう合体前の飛行機のジェットノズルのディティールとか、うん、グレートエクスカイザーの方って、はい、斜め下にこう向いてるじゃないですか。そうだね。だからこのままだと、はい、グレートキャノンの銃口もこう傾いちゃうじゃないですか。うん、でも、はい、引き出し関節をね、はい、採用してるので、はい、銃口がちゃんとまっすぐに向くんですよ。あー、よく考えてんね。高級感っていうのはちょっと大事にしたいなと思って、はい、軸が見えないようにっていうところがこだわって。ああ、そう言われてみると。こう、つばにキュッて返しをつけることによって、はい、中の接続の軸、うん、棒が見えないようにすることによって、チープ感が出ないようなデザインにっていうのも心がけました。可動部分ももちろんあります。グレートエクスカイザー、大きなライオンの縦紙がついてるんで、このままだと、まあちょっとこう、動くんですけど、干渉しちゃいますよね。そうね。こう、グググググっとこう。ぐりぐりこう動かして、かといろんな角度にできるように、縦紙を避けて動くように引き出しの関節が入ってて、腕の付け根のところにも通常の状態では中に入ってるんですけど、腕が伸びるようなギミックが入っているので力強いポーズができたり、もちろん肘も二重関節でこうグッと上と下で上下で動くので、その90度以上動いたりとか、うん、グレートエクスカイザーが合体完了した時のポーズの再現って、うん、よりこうグッと力を込めた、拳に力を込めたポーズなので、ここにも可動が入ってて、こうグッと開くようになってるんですよね。上半身のボディにもですね、通常はこのようになってるんですけれども、うん、ここをこうですね、少しこう引き出して、こうもう少し前屈したポーズが取れるように、引き出し関節が中に入ってるんですよね。っていう、足を後ろに、うん、そして腰を前に、うん、そしてまた胴体を後ろに、それをするにはやっぱこういう前屈できる関節がないと、後ろに反らしつつも上半身を前に出すっていうのができないので、うんうんうん、まあ、こういうような引き出しギミックが入ってたりとか、膝は二重関節になってます。実際人間にはありえないようなここの可動ですね足を開いてるんだけど内側にこうグッと力を入れて踏みしめてるようなポージングっていうのを、横からもこう、ここがグッと動くことによって、踏ん張ってるようなポーズができるような表現ですね。まあ、ここにもですね、実は引き出し関節が入っているので、ここからこうグググッと伸びて、こうグレーのパーツがちょっと見えてくるんですけど、引き出せるので、よりこう足を広げても設置して、ちゃんとした安定感でね、こう立つことができたりとか、とてもですね、かっこいい劇中さながらのグレートエクスカイザーの力の入った、ポージングを取ることが可能になってます。すごい。この話を聞いて、今、はっと思ったのは、うん、あの、剣を構えてるポージングって、はい、普通の関節の機構じゃ、絶対できない方法だよね。難しいですね。だよね。はい。だからさっきのやつなんて、ポンって置いてあったんで、何の気なしに見てたけど。特徴的なね、そう、パースのついたポーズですね。うん。ただ、あのポーズって、ここまでしっかりと、あの、関節だったりとかっていうのにこだわりがあって作られないと、絶対あのポージングってできないんだなっていうのを、そうですね。今改めて感じました。お、ありがとうございます。それはですね、うん、はい、最初に一番こだわったところですね。グレートエクスカイザーを商品化するってなった時に、じゃあ何を一番重視するか、うん、お客さんがじゃあ手に取ったら、一番やりたいポーズって何、うん、ってなった時に、やっぱりパッケージで説明したような、グレートエクスカイザーだったらこのポーズ絶対やるよね。うん、やりたいよね。絶対このポーズできなきゃ、やっぱ満足しないよね。なので、あのポーズ、あの剣を構えたパースで、こう、ぐっとこう両手で構えた力強いポーズができるっていうのを前提に設計しました。うんうん、ああ。そうね。確かに、なんか構えるポーズがすごくそのキャラクターって重要なのに、うん、いざやってみたらあまりかっこよく構えられないみたいなとかも結構多いしね。一番大事なポーズが取れないとね。ちょっと興奮しちゃいます。そうだね。いや、でもこれを聞いてると、はい、その劇中で見て、これやりたいっていうのが 100% 叶えられるのかなと、うん、このプラモデルは。そうですね。うん、今そういう風に感じました。ということで、ご紹介しました、グレートエクスカイザー、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、かなり、良質なキットだということが、分かっていただけたと思いますが、最後におさらいしたいと思います。グレートエクスカイザーのおすすめポイント。こちらのプロポーション。可動域。可動域。
色分け。色分けですね。こちらがかなりですね、お好きな人には、しっかりと伝わってるんじゃないかなというふうに思います。勇者シリーズ。はい。今後も展開はあると。もちろんでございます。というふうに考えておいて。勇者警察 J デッカーから、はい、J デッカー、うん、そしてレッカードを商品化いたします。うん、やったぜー。この辺は近日より詳しく、うん、ご案内できると思います。楽しみー。グレートエクスカイター第1弾ですね、うん。大変ご好評につきましてですね。はい。J デッカーの後のシリーズもですね、うん、制作することが決定しております。ありがとうございます。素晴らしい。はい。それもね、近いうちに、どこかでご紹介できるかなと、今ちょっと発表の場所をね、はい、考えておりますので、ね、ぜひぜひこのシリーズ今後も期待していただければなと思います。で、お最後に、あ、冒頭です、はいはいはい。冒頭で話した忘れちゃいけないのが、この、ビレーパッケージで。実はね、やっぱこれ、うん、これこうして、うん、こうして、ここもね、もう一枚絵を足して、やっぱりもっと迫力のあるね、絵を皆さんに見せたいなと思って、現在ね、実現できないか、企画の方を検討しております。敵がいるってこと？ここ。敵かはわかんないです。敵かわかんない。なんか意味深な、ね、感じですけど、この動画ね、見ていただいた方で、まだ、グレートエクスカイザー組んでないよっていう方はいらっしゃいましたら、うん、ぜひともお買い求めください。はい、はい、ということで第1回はここまでとなります。ぜひ、プラモデルですね、作っていただければと思います。よろしくお願いします。はい、 YouTube での、勇者エクスカイザーの配信も楽しんでくださいね。はい、それではまた。はい。